もう撮り始めてるのか？少し待ってくれ。ありがとうね。写真は後で現像しておくよ。いやー、もうあれから何年も経っているのに、左京君はちっとも変わってないね。その声も姿もあの頃のままだ。白浜先生は業界に入ってから長いから、名高い法曹人たちともご面識があるのだろう。私が初級弁護士になったばかりの頃も、先生の交渉のおかげで裁判を一人で担当させてもらえたんだ。白浜先生の定年がもう少し先だったら、君も法廷で先生とお会いできていたかもしれないな。はるばる足を運んでくれた上に、こんな素敵なお土産まで持ってきてくれるとは。そうだ、よかったら二人の写真も撮ってあげようか。ではご好意に甘えさせていただきます。もっとこっちに。そんなに離れていたら映らないだろ。ところで、持ってきてくれたレンズ嬉しかったよ。平日なのにわざわざこんな場所まで来てくれて本当にありがとうね。いえ、これくらいなんてことありません。以前から大変お世話になっていたので、これもほんの感謝の気持ちです。感謝ね。はあ、でも気持ちだけで十分だよ。このお土産は受け取るわけにはいかない。一線を退いたとはいえ、一人の元放送人としてやってはいけないことがあるんだ。なるほど、先生のおっしゃっていることはよくわかりました。ご安心ください。
購入履歴は残らないよう処理しておきましたし、私たちが今日ここに訪れたことも誰にも知られていないでしょう。何せ先生と写真を撮られた方々と同様、私も先生が決めたルールを心得ておりますから。左京君、私たちとしてもできれば先生の手を煩わせたくはありませんでした。ですが今の状況ではもはや先生しか頼れる方がいないのです。左京君、これはどういうつもりなんだい？二人はテミスを離れたいのか？仮にそうだとしても、私はテミスの人間ではないし、これを見せたところで意味はないと思うが。先生、今日お邪魔したのはこの件について相談があったからです。先生もご存知の通り、私と彼女は現在交際中で、正直にお話ししますが、私たちはすでに同棲も始めていて、いつ人生の次の段階に入ってもおかしくない状態です。このまま彼女とテミスで働き続け、上司と部下の関係で居続けていれば、今日まで問題がなかったとしても、この先はいつ何が起きるか分かりません。彼女に不安な思いをさせ、いつまでも二人の関係を気遣わせるくらいなら、私はいっそ彼女を連れてテミスを去るべきだと思っています。左京君、君はまさか。彼女を連れてなるべく早く独立しようと考えています。先生もご存知の通り、私がテミスからの脱退を望む場合、脱退届などの書類を関連部門に提出しないといけません。ですが私一人ではそれらの煩雑な手続きを短期間で終わらせるのは難しく、よって先生のご助力を賜りたくお願いしに参った次第です。なるべく早く脱退したい？左京君、君は何を言っているのか本当に分かっているのか？それは明らかな規定違反だぞ。私が言って説明したとしても少しのミスで。こちらも八方塞がりなんです。でなければ先生の家に押しかけたりなんてしません。テミスは私の考えを理解するつもりも、私を自由にする気もないでしょう。つまり脱退に必要な書類を発行してくれる可能性は低い。ですが先生は、あなたは彼らとは違い、私のことをよく知ってくださっている。昔私が担当している案件を審理してくださった時、先生はこのようにおっしゃっていました。彼が今のような姿勢で励み続け、初心を忘れずにいれば、いずれ前人未到の高みに到達するでしょうと。私の独立を妨げる障害を取り除くことができるのは、業界において人望のある先生以外にいません。さっきも言ったが、できないことはできない。だから。白浜先生、あなたは見込んだ人間が潰されていく様を
黙って見ていられるのですか。このことはそばにいる彼女のためであり自分のためでもあります。それに一度決めた以上、私はどんな対価を支払ってでも必ずやり遂げます。昔からそうしてきたし、今でもその考えは変わっていません。左京君、独立したいという話が君の本心だとしても、私に協力を求めるというのなら、今日持ってきたこちらの書類はもちろん先生にしか見せていません。ご不安であれば担保としてお納めください。あなたはどう考えているんだい。この件の当事者は左京君だけではない。パートナーとの新生活を始めるためにあなたもリスクを背負う覚悟があるのかね。足りないな。先生、それはどういう意味ですか。左京君たちの担保が不足しているという意味だ。放送人として数多くの案件を担当してきたのなら、人間がどれほど気変わりしやすい生き物なのかは君たちもよく分かっているだろう。それに何より口だけの制約ほど頼りにならないものはない。もし私に協力してほしいのであれば、まずはこちらのお願いから聞いてもらおうか。それが無事済み次第、私も協力すると誓おう。何、厄介な依頼ではないさ。最近ちょっとしたトラブルに巻き込まれていてね、誰か一人に手伝ってほしいのさ。誰に頼んでいいのやら。ぜひと言ってくれる人がいればいいんだが。ぜひ私に担当させてください。先生にお願いしたのは私ですし、経験的にも何かと私の方が都合がいいと思います。さすがは左京君、君は責任感が強いから誰かの後ろに隠れるような真似はしないか。それじゃあ、端的に言うと、とあるターゲットをおびき出すために協力してほしいんだ。白浜忠という名前の
定年退職した元裁判官だ。これまでの調査の結果、彼が退職後自らの影響力を悪用して違法行為に及んでいるという可能性が浮上したんだが、法の抜け道を見つけるのがうまいのか、我々は未だ有力な証拠をつかめず彼を逮捕できずにいたんだ。そこでこの件を一刻も早く片付けるため、俺はとある提案を上に提出した。大まかな内容は、まず相手に近づける捜査協力者を探し、次に演技を用いて白浜さんの尻尾をつかむというもので、そしてその協力者として最も適任だと思われた人物が、初級弁護士だった頃、私は彼に、白浜さんにお世話になったことがあるんだ。それで、正直過去の関係を利用して近づけたとしても、短時間で彼の信頼を得るのは難しいと思う。だからあえてこちらの弱みを見せ、私が操れる存在、ひいては利用できる人間だと思わせた方が都合がいいんだ。そして私が思いついた自分の弱みというのが君だったんだ。君を連れて一刻も早く独立するため、彼の力を借りる。彼にはそう話すつもりだ。彼は私の近況を知っているだろうから、この理由なら何とかごまかせるかもしれない。この計画について、君はどう思う？岩崎さん、やはり計画を変更しましょう。大勢を巻き込むやり方はリスクが大きすぎる。それに白浜さんのことは私一人でも対処できます。左京がそう言うのなら。ああ、仕事でな。白浜さんと接触する前準備として、まずは警察側が動く予定だ。具体的にはこちらの特別捜査員が記者を装い、白浜さんのよからぬ噂を流す。おそらくだが、そうなれば彼は今までのように法律に精通し、かつ信用のある人物を見繕い、尻尾をつかまれないよう何かしらの後始末をさせるはずだ。よって二人には他の誰かに先を越される前に、その信用のある人物として彼の手駒になってもらう。
早くても夕食後になるだろうから、私を待たずに君は休んでいてくれ。その…驚かせてしまったか。ほうけているようだったから、私の方から先に例の約束を果たさせてもらった。心配するな。君が思うようなことは起きていない。これが今したキスの意味だ。どうしても不安なら私は。なるべく早く帰れるよう努力してみる。起きたのか。待つんだ。まだ匂いがジャケットに。
また当てられてしまったな。今日出かけていたのは君の言う通り彼に呼び出されたからだ。捜査に協力すると言った以上、私はすでに相応の覚悟をしている。ああ、君が想像している通り、あれらは白浜さんから後処理を頼まれた彼にとって見つかると困る品々だ。全ては警察の思惑通りに進み、計画は順調に進んでいる。君の最初の質問だが、心配するな。今日はただ食事をしていただけだ。彼は過去のことばかり話し、当時の写真や動画を見せ、私があまり覚えてないことまで。すまない。今日はここまでにしよう。このまま話していたら夜が明けそうだ。ここは冷えるから君は先に戻っていなさい。私はもう少しここにいる。少し食べ過ぎてしまってな。もちろん飲んでなどいない。今日は君と約束をしていたから早く帰ることばかりを考えていた。だが彼の話がやたらと長くて、酒も飲まずタバコも吸わず、私は昔と変わらずいい子のままだとさ。確かに私はあの頃から変わってはいなかった。だが私も君と捜査に加わってからずっと聞きたいことがあったんだが、君の目には私はどのように映っているんだ？私の過去は何でできていると思う？なるほど。だがそれだけではない。栄誉も賞賛もいずれは消えてしまうものだ。本当の意味で影響を与え、今でも忘れられない出来事になっているのは、かなりむちゃくちゃなとあるハプニングだった。初級弁護士試験に合格した後、私は一日でも早く一人で裁判を担当できるよう九条先生のもとで修習できないかと頼み込んだんだが、当時先生は海外に滞在していてな。彼の推薦により
私は刑事事件を専門にしているステラ氏の法律事務所に勤めることになったんだ。そして修習生として事務所で働いていた私は指導担当弁護士と一緒にとある依頼を受けた。だがその頃、被告である依頼人は世間からかなり叩かれていて、その影響が私たち担当弁護士にも及んでしまい、最終的にマスコミは私たちを狂人として描き、利益のためならクズをも弁護するなど散々なことを言われてしまったんだ。私の指導担当弁護士はもともと体が弱く、そのことも相まってストレスを抱え込むようになり、やがて彼は私に資料を渡してくれと頼んだ後、急にその場で倒れてしまったんだ。普通なら裁判が延期される事態だが、当時はすでにそれ以上延期ができない状況でな。救急車に乗せられていく先生に付き添うか、孤立無援となった依頼人を助けるか、私という未熟な弁護士に強いられた選択は何とも酷なものだった。だが私は結局先生の代わりに弁護を続けることを選んだ。その通りだ。実際に私がそう申し出た途端、相手側の検察官は机を叩き、黙れと声を荒げていた。もしそれ以上口を開けば、法廷から追い出すだけじゃなく、法曹界からも追放してやるとな。だが不思議なことに、その時の私は自分のことなど一切考えず、ただ、私がこの場で口を閉ざしていたら、一体誰が声を上げるのかと、それだけを考えていたんだ。一度法廷に立った以上、たとえどんな対価を支払おうとも、我々は最後までやり通さないといけないんだ。勝った。裁判官たちが話し合った結果、私が初級弁護士の資格を持っていたことで特別に発言を許可してくれたんだ。裁判はその後もしばらく続いていたが、私は無事証拠のほころびを見つけ、依頼人の無実を証明することに成功した。閉廷した後、マスコミたちは裁判所を囲み、ぜひ私と白浜さんを取材したいと詰め寄ってきた。その当時私の発言を許可してくれたのがまさに彼なんだ。加えて彼はマスコミの対応に慣れていなかった私をかばってくれてな。彼があの時言ったことは今でもよく覚えている。左京君の弁護について？そうですね、彼が妥協せず全力で戦う姿勢からは放送人としての矜持を強く感じましたね。
一時の利益のために己の信念を曲げてしまう人間が少なくありませんが、放送人は決してそのようなことはしない。彼が今のような姿勢で励み続け、初心を忘れずにいれば、いずれ前人未到の高みに到達するでしょう。それはマスコミに向けた対応だとは思うが、おそらく私への励ましも含まれていたのだろう。それらの言葉は私の中に残り、これまでの期間、私の仕事に対する信念の一つであり続けたんだ。だが、残念なことに、その言葉を送ってくれた人は今、保身のため、私に違法なことを指示し、天津さえ、よくやったと褒める始末。もしもし。ええ、彼女もいます。左京、夜分遅くすまない。例の件だが、こちらの捜査に大きな進展があったからその報告だ。今後の方針も含め一度直接会って話がしたい。都合のいい日を教えてくれ。いいか、岩崎さんが指示した通りの道順で向かうんだ。万が一尾行に気づいた時は焦らず私に連絡するように。よし、これならすぐに君だと認識されることはないだろう。もう来てしまったんですか。そうですか。でも今は戻ってください。地下鉄の駅まで送ります。さあこっちへ。そうです、岩崎さんがここへ来る途中、何者かに尾行されてしまったようで、二手に分かれて行動してたんです。我々を追っている相手はかなりしつこく、弁護士さんに連絡している余裕もなか。誰がしつこいって。走って。おっと、俺としたことが自己紹介がまだだったな。俺のことはタツさんと呼んでくれ。一応この業界では親分で通ってる。よろしくな。そんで本題に入らせてもらうが、実は記者が一人ここらに逃げ込んだって話を小耳に挟んでな。
3つ数えたら走ってください。あなただけでも。おいおい野郎ども、聞こえたか。こいつ仲間を逃がして一人で俺たちとやる気らしいぞ。刑事ドラマでもやってるつもりか？まったく、どんだけ考えが甘いんだか。交渉のつもりか？おめえら、こいつらをしっかりと見張ってろ。今開けます。バカバカしい。交渉を申し出ておいて、まさか口が聞けないというのか？もういい。私は帰る。今述べたものは全てこちらにあります。まさかこんなゴミで私が満足すると思っているのか？
偽物だ。私も舐められたもんだな。このような小細工などとうに見飽きている。教諭？なるほど。どうやらこちらの状況をよく調べているようだ。つまり私のことを調べ上げていたからこそあえてそれを用意したと。何？時間ならたっぷりある。ゆっくりと話してもらおうか。あなたが調べた私という人間のこと。一部？つまりそれ以外は。本物を渡せ。皆の前で本物を手に取り、私に差し出せと言っている。少しでも妙な動きをしたら分かっているな。これで全部か。セロ。怪我はしていないようだな。よかった。手も温かい。
これは緊張というよりただ気づいてしまっただけだ。あのような場に身を置けば私でもたやすく違う人物になれるのだと。考えないわけがないだろう。私が君に対してあんなひどい言葉を使い、ひどい態度をとってしまうなんて。教えてくれ。私は一体君の目にはどう映っているんだ。私は救いようがないほどに堕落してしまったのだろうか。だからあの時も君の顔色は悪かったのか。頼む、君の意見を、どう思っているのかを教えてくれ。君は変わらないな。自分も散々な目に遭ってきたというのに、何よりもまず私の心配をする。だがそれに関しては大丈夫だ。ついさっき岩崎さんとも話してきたが、彼らは間もなく犯人逮捕に取り掛かり、捜査もじきに終わりを迎えるそうだ。何を？覚えてるか？私の帰りが遅く、君が屋上まで探しに来たあの時のことを。ちょうどあの頃、私はよくこの写真を眺めていて、あの夜もそうだった。しかし君が来た途端、私はなぜかとっさにそれを隠してしまったんだ。今にして思えば、もっと早くに見せておくべきだったな。
あの頃、私はまだそのバッジの意味をよく知らなかったんだが、あれを父の書斎で見かけた時、どんなおもちゃよりも魅力的に見えてな。多分幼稚園の先生から材料をもらって自分で作ったんだろう。ただこうして見るとやはり少し形がいびつだな。そうだと思うが、正直この日のことはあまり覚えていないんだ。母が言うには、これは幼稚園の参観日のもので、あの人が教室に入るなり、私はあるものを見せようとしていたらしい。私の胸元にあるバッジが何なのか君もよく知ってるだろう。これのことか。この間話した刑事訴訟の件で勝訴した後、弁護士協会がこれを私に授けたんだ。しかし皮肉なものだな。バッジは変わらずここにあるというのに、きっかけをくれたあの人は変わってしまった。私の受賞を祝い、一緒に初心を忘れずにいようと言ってくれた人が、利益に惑わされ、本来守らねばならない道徳を手放した。あのような変化を目の当たりにして、一切気にしないで居続けるのはさすがに難しいな。君も気づいただろう。彼らを逮捕するためとはいえ、私は明確に彼らの仲間となっていた。善から悪に変わる瞬間を身をもって体験してしまったんだ。あの状態はまるで空が一気に暗転してしまったような、何もかもが混沌に包まれてしまったような、そんな感覚だった。続きはまた今度にしよう。そろそろ出かけないと。ああ、岩崎さんが白浜さんの自宅を捜査した際、私たちが書いた偽の退職届を見つけたそうだ。今からそれを受け取りに行く。夕食は私が帰った後でもいいか、それとも一度自分の家に。
裁判官たちが話し合った結果、私が初級弁護士の資格を持っていたことで特別に発言を許可してくれたんだ。裁判はその後もしばらく続いていたが、私は無事証拠のほころびを見つけ、依頼人の無実を証明することに成功した。閉廷した後、マスコミたちは裁判所を囲み、ぜひ私と白浜さんを取材したいと詰め寄ってきた。もしもし、弁護士さんですか？突然ですみませんが、今お電話よろしいでしょうか？大した用ではないのですが、白浜さんの事件が終わって資料を整理していたところ、左京先生に関するちょっとした意外な収穫がありまして。あ、大丈夫ですよ。先生が犯罪行為に加担していたとかではありませんので、ご安心ください。私が見つけたのは先生の昔の写真と動画です。弁護士さんならきっと興味があると思ったので連絡させていただきました。それとこのことは岩崎さんにも伝えているので、そちらもご安心ください。ですから、お教えできることは何もありません。取材もお断りします。左京さん、あなたが勝訴したというのは事実でしょうか？事実です。すみませんが、もう通してください。もう一つお願いします。今回の裁判で左京さんが一躍有名になったとのコメントがありますが、それに関してはどうお考えですか？一躍有名？今まで散々中傷された上に、勝訴した途端あれこれと詮索される、これがあなた方の思う一躍有名ですか？左京さんが注目を集めすぎたことで、指導担当弁護士である彼の立場を奪ってしまったとも言われていますが、それについてはどうお考えですか？確か指導担当弁護士の方は出廷の直前で倒れてしまったんですよね。それから、
左京君、どうしてここに。そこにいるのか。何を。どうしてその映像を持っているんだ。意外だったか。過去の私は君が思っているほど順風満帆ではなく、それどころかそうそう合わないようなアクシデントにまでああして見舞われることがあったんだ。その動画を見て君はどう思った。想定外のことが次々と起こり、君は今とても混乱している。違うか。混乱に混沌。最近の私も似たような状態だった。私のそれまでの人生において、あの動画のようなことはほとんどなかったんだ。だからそんなことは自分とは関係のないことだと心のどこかでそう思っていた。でも九条先生が失踪してからはたくさんのことが起きすぎて、全てが変わってしまったような気分だった。今までたくさんの依頼人に会ってきて、人が心変わりしやすい生き物だということは理解できていた。だが時折、特に白浜さんの件に関わってからは、その変化が怖くなってしまったんだ。私がこんなことを言うのはおかしなことで、私らしくないとは思っているが、どうしても考えてしまうんだ。それで君は反論するのか。世の中の物事がいかに変化しようと変わらないものはある。確かにそれも事実なのだろう。ただ私のそばにいる人までいつまでも変わらずにいてくれるという保証はあるのか。先ほど書類を受け取りに行ったとき、岩崎さんに何を言われたと思う。逮捕された後、白浜さんは罪を認めるどころか、わけのわからないことを話し続けていたそうだ。よく知らない他人からしたら、それらはただの出任せにしか聞こえないだろうが、私にはなんとなくわかるんだ。彼は左京君、君は哀れだ。秩
秩序を重んじ、遥か昔から変わらぬ美徳を尊重してきたつもりだろうが、君の人生は変化や混乱、ひいては裏切りによって翻弄され続けるだろう。以前までの私ならそれらを戯言として聞き流していただろう。だが今の私はどうしても不安になってしまうんだ。今回は白浜さんだった。では次は誰が。とな。そうか、私はもうとっくに君に見透かされていたのか。君もそう考えているのなら。だが君も言っていただろう、変化はいずれ訪れると。私が何より心配しているのは、この先どんなことがあろうと私と共に向き合っていく。君が言ったことは全て覚えている。それに私はその言葉で気づかされたんだ。これからの人生、
この人がいなくては耐えられないだろうとな。君は私の夢そのものであり、具現化した弱点でもある。前にも言っただろう、君と同じで私もたくさんの嘘をついたが、中には本心もあった。そして私が思いついた自分の弱みというのが君だったんだ。この先も私と一緒にいるとなると、大変だぞ。心の準備はできてるか？私といればおそらく様々な変化を目の当たりにすることになる。何を？君はそこにいてくれ。私が拾ってくる。どうせいいか。すぐに着替えるんだ。何を？どうして君まで入ってきたんだ？とりあえず話してくれ。なら君は私に何をしてほしいんだ？
これから先、私たちは一体どうなるんだろうな。いつか終点にたどり着く前に、ひとまずこの夜をゆっくり過ごすとしよう。もしもし、私だ。少し困ったことがあって、君にも聞きたいんだが。リビングを片付け、整理していたら、ディスクが見つからなくてな。君がここに泊まっていた時、一緒に見た映画のだ。鑑賞後、棚に戻したと思ったが。あ、待て。思い出したぞ。ああ、すまない。置き場所が分かった。リビングにあるはずだ。君が帰った後も、私は何度かあの映画を見ていてな。あれを見てると、私たちが共に過ごしたあの夜が、蘇るような気がするんだ。君がまだこの部屋にいて、毛布にくるまり、私のそばで座っている。こんな妄想、らしくないと思うか。うん、そうだな。一説によると、妄想は願いの投影だそうだ。君がいなくなって、本当は寂しいんだ。うん、今週末、また来ないか。前は慌ただしくて、ゆっくり過ごせなかっただろう。映画に、水泳、あるいは何もせずに、ただ屋上で風に当たる。変だな。隣に、君がいると思うと、何もせずとも楽しめる気がするよ。うん、もちろん。仕事が終わったら、一緒に帰ろう。